改めましてこんにちは。大阪府吹田市からやってまいりました、勇敢踊り子一座ひまびとです。これから披露させていただきますのは2022年度演舞黎明、テーマは陰陽師となっております。この演舞をもちまして16代目は引退となります。私たち16代目は祭りのない苦しい日々を乗り越えて活動を最後まで続けてきました。今この場に立てていること、たくさんの人々に支えられてきたこと、そしてこのかけがえない仲間と出会えた奇跡に感謝して精一杯演舞させていただきます。大好きな仲間と踊る最後の演舞、最高の笑顔でどうかお手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。陰陽の道に降り注ぐ今回の雨、今この手に愛おり、あんた二人よりなすすべきなし。で、勇士の足よ、これ、その外に立ち向かい、そしておかげの女たちにより、勇士の足、なすすべき、よく見つけたいもの。Thank you.
はい、本当皆さんありがとうございました。では最後、記念撮影の方をしていただいて、お願いいたします。次は、ミナートの皆さんかなと思うので、最後はですね、準備の方を始めてください。